娘の未来、うん、はい、21年目のモーニング娘。どうしていったらいいかっていうのを話し合いたいと思います、はい、こうモーニング娘。ではなくて個々でもいいよ。こうなんか個人的にこうどういうキャラクターでありたい、うん、個人的に目指すものでもいいので、うん、はい、私は目標みたいな感じになっちゃうんですけど、うん、個人的にはもっとしっかりしたいなと思いました、うん、普段は先輩方に頼ってばっかりとかお話も先輩方に言ってもらったりとかすることが多かったので、なんか自分もちゃんと12期で泣きそうの13期と14期も入ってきたし、先輩らしくもっと自分がしっかりしなきゃって思いました。あ、でもマリアさ、ここなんか1、2年ですごいしっかりしたなって思わない？ね、泣いちゃうからこれ以上言うとマリアが言う目標とかってすごく分かりやすくちゃんと考えてるんだなっていうことを伝えてくれるから、すごい頼もしいなって思う。ありがとうございます。すごいもらい泣きしそうわけわかんない。なんか次の未来につなげられるようにしたいなって思いました。はい、あ、いいよ先言って。あ、すいません。私個人の目標としては、今後こうさっきドンクサイ卒業したいって言ってたんですけど、ドンクサイを卒業して次のステージに移動したいと思ってるんですけど、その次がこうガツガツ行きたいっていう私の気持ち。前からすごい気合い入ってる性格で、それが昔空回りすることによってドンクサイになってたんですけど、これからはもう容赦なくそのまま突き進んでガツガツ行って全てのものを取っていきたい、チャンスを掴んでいきたいと思ってます。でも、うん、その野中のさ、ガツガツ具合もすごい感じるよ、うん、普段のライブとか。本当ですか、うん、じゃあもうこれからもガツガツもちょっと容赦なく行かせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。覚悟しろだって。で、最終的にこう世界ツアーとかも掴み取っていければいいなって思います。すごい。私が思っずっと思ったことなんですけど、2012年あたりからフォーメーションダンスをやってそれに力を入れてきましたが、そろそろココが出ていいんじゃないかと。私もそう思う。そうなんですよ、もう今はココのスキルアップをしなきゃいけないって思っているんですよ。で、なんかそんな中で気になるのが、やっぱみんな憧れの先輩はいるのは分かるけど、そっちに寄ってってないっていうのがすごく私が今気になっていることで、自分にしか出せない魅力が自分みんなあるので、なんかなんとなく馴染むように、モーニング娘。ってこうだからこうでしょみたいな、とか、なんかアイドルってこういうファッションするもんでしょとか、そういうのも一回捨てて自分とは何かっていうのを一回考えて道を見つけてほしいですっていうのが、やっぱそれぞれの道が未来かなと思います。小田はね、自分の信念がすごく強いからそうです、私もちょっと早めに可愛いはできないなっていうの気づいて誰かそんなことないよって言ってそんなことないです、そんなことないです可愛い子に言われるとなんかすごい嫌なんですよ私本当にアイドルって可愛いものだと思ってたから、うん、でも可愛いですよ、分かった、ありがとう、ちょっと可愛いじゃないと自分は、うん、かっこいいか色っぽいっていうジャンルは私ができると思って、前髪を伸ばしてみようとか、ちょっと腰で踊ってみようとか、そういうことをやるようになって、でモーニング娘。に色っぽいに専念した先輩もそんなにいないかった。そうかな、全然気は自然と出ちゃうやつ、ナチュラルじゃないですか、すごい言い方。じゃあエリ似てる感じだけど、エリは可愛くなりたいのね、うん、これはまあなんか2年ぐらい3年ぐらい前かな、そうですね、ずっと言ってるんだけど、なんかやっぱ可愛さって限界がないわけ。誰でも可愛くなれるし、もう多分見てる人で可愛くなりたいと思ったら可愛くなれる人もたくさんいるし、それは自分の努力次第だと思うから、なんかそれによってね、こうやって可愛いって思ってもらえたりとかするのって嬉しいじゃん嬉しいじゃん、嬉しいじゃん、だからだから、衣装の見せ方とかなんかもうちょっとね可愛くなればいいなって。研究だもんね、研究ですね、アイドルとしての研究だから、そうそうそう、っていう風に聞いたらすごく素敵だなって思うし、私はなんか21年目、そのなんかよくモーニング娘。らしさみたいなことをよく聞くけど、でもそのらしさって誰が決めたんだろうって思った時に、なんだろう、もう20年続いてるグループだから、今の私たち今しか出せない魅力があるから、なんかこうそういうのをイメージを壊してもいいんじゃないかってすごい思います。なんか新しいこととかにいろいろチャレンジして
行きたいなって思いますね、うん、私はよく言うんですけど、やっぱモーニング娘。って昔から誰からも愛されるグループだなっていうのは思っていて、それはこうなんだ、今後ももちろん当たり前にそうであってほしいと思うし、なんかこう今のメンバーってこう世代が近かったりするから、同世代のファンの方がいらっしゃったりとか、こう少し前に比べたら女性のファンが増えたりとか、変化もかなりあったと思うから、なんか私それの一つのなんか原因っていうか、こうきっかけって一人一人のこう人間性というか、こうみんな誰からも愛される人が集まってると思うし、なんかさっき小田が言ったように野中のそのどんくさいみたいなキャラクターが愛おしいとかいうのもすごくわかるし、そういう人間性をみんなそれぞれ好きになってもらってると思うんですよ。だからやっぱこうアイドルとしてとか、こう、まあ、芸能人としてこうあるべきっていろいろあるかもしれないけど、自分のそもそものなんか人としてのこう良さだったり魅力だったりっていうのはこう失ってほしくないし、こうどん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 いろんなものが重なって自分というものを見失ってほしくないっていうのはすごくみんなに思うことなので、なんかたまにはこうオフの姿をさらけ出すのもありなんじゃないかな、今こう若いメンバーが揃ってるからできることなんじゃないかなとも思います。今の9期10期11期の話聞いてどう思った？カイリ、私はこうなんか入ってきてこうフォーメーションダンスとか一緒にやっていく中で、こうなんかこう周りに揃えるってことにすごい必死だったんですけど、自分しかやってないことみたいなのを、まあ、ライブの中であれこう喋っていく中で、あれなんか一つでも見つけなきゃなって聞いてて思いました。でもカイリーすごくそれ感じる、コンサート見ててカイリーにしか見せられない綺麗な角度とかすごい研究してるんだなって思う。ありがとうございます。なんか体格もいいからポーズがすごい決まるなって。めっちゃいいね、羨ましい。家帰るみちゃんできないよ。なんで私も一緒に否定しないけどどうして工藤から残されたメンバーへのメッセージ。そうですね、いっぱい残してて、もうあと一月でね卒業だから、はい、いや本当卒業が迫った今やっぱりみんなのことをもっと見るようになったとか、やっぱもなんですかね、こう発表した時より寂しさみたいなものはもちろんあって、でなんかなんだろうな、うん、一人じゃここまで私も来れなかったですし、あのモーニング娘。として6年やってきて、今このメンバーに見送ってもらえるってことが本当に幸せだなと感じているので、私が何か具体的に残せたこととかできたことっていくつあるか分かんないですけど、私はこれからもモーニング娘。っていう看板を今度は一人で背負って頑張るから、みんなにも頑張り続けてほしいというか、だからもちろん自分のためなんですけど、みんなの力になれるように私も頑張るので、みんなにもその OG の先輩方が言ってくださるように、今現役が頑張ってくれてるから OG もこうして出れるってよく言ってくださるじゃないですか、そういうのをなんかこうみんなに求めたいというか、これからも一つのチームであり続けたいなと思っているので、私はありがとうございましたよりこれからもよろしくお願いしますっていう気持ちです。以上です。早く主演映画の主題歌を通してください。頑張るね、頑張るよ。でもね、こうしてこうモーニング娘。って受け継いでいく、つなげていくからこそ意味があってモーニング娘。だと思うので、これからもこうメンバー14人で一人一人が欠けずにちゃんと自分の意思を持ってこれからも活動していけるように私たちも頑張りたいと思いますので、これからも応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。行けたとたとしてよ、ゴーサイドキュープのゴーサイン。私の時代やメンバーが変化しても変わらないもの、それはグループへのリスペクトと常に前進し続ける精神。今までも、そしてこれからも先輩から後輩へと受け継がれていく魂。
モーニング娘。はこれからも時代とともに変化し進化し続ける。